さんこんにちは。こんにちは。土曜日の情報番組ゴーゴー岩手が終わりまして、スタジオからインスタライブをお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスタジオに久しぶりにアンダーエイジの2人が揃ったということで、はい、アンダーエイジの2人じゃないです、アンダーエイジの熊谷とあと僕 の、 あの先生です、はい、顧問です。有機顧問です。有機顧問じゃないそうですよ。あ、有機顧問じゃないですよ、有機顧問です。有機顧問、はい、今日の衣装がどうしてもやっぱ顧問の先生が ね、 ねあるから。そうなんですよ。ちょっとでもカメラに近寄った方がいいんじゃないですか。近寄って、はい、本当。いやでも物自体はとてもいいものなんです。アディダスのすごい最新の、はい、そうです、そうです。僕の多聞が着るとどうしても顧問になっちゃう、顧問になってしまうっていう、その、はい、これアディダスのこういうやつ、後ろが何て言えばいいんですか。流行ってるんです。だから俺が着なければ確実におしゃれになるんです、こういう、うん、こういうやつすごいね。あの背面も素敵で、はい、背面、あ、素敵、はい、うん、背面もなんか僕がこの前あの車検やってくれた人にちょっと似てます。本当メカニックやめなさいよ、これいいやつなんだよ本当に。でもそれこそ須田まさきさんとかが来たらちょっと大きい目で来たら、うん、うん、めっちゃ似合う。顧問にはならないですね、うん、諸藤さんとかが来てくれたらね、室伏さんとかが来てくれたら、ね、かっこいい。それこれでまたガタイがいい。あ、確かに、ね、似合うみたいな。スタイリッシュパターンとかいろんなパターンの着こなしがある中で、ね、まあ、でも一つとしてその顧問パターンっていうのも。で僕ちょっと、しかも俺衣装これって分からなくて、なんかシャツなのよさ。これもちょっと、いや T シャツがあったろう。確かに確かに。T シャツその人着てるでしょ。あ、V ネックだから結局。セクシーなね。セクシー、セクシー、あ、なるほど、うん、セクシーだったかもしれない。セクシー路線でもよかったから、はい、そうですね、難しいファッション、はい、うん、まあでもアンダーエイジが2人いるとやっぱあのスタジオが賑やかになるというか、あ、うん、なんか良かったんですよね、なんか楽しいスタジオ、うん、ちょっと今日は時間が短くてね、あんまりあれでしたけども、はい、はい、熊谷さんにもエールがたくさん届いて、僕にもじゃないです、僕だけですよ。こんなにメッセージで頑張れ頑張れ、はい、頑張れ熊谷頑張れ、特に理由はないけど頑張れ。そのファックスメールテーマが丸々にエールって言わないとすごいただただエール送られてるみたいな。何があったんだろう、頑張れバイト、弱ってるのっていう。熊谷頑張れ、まあそんなことより木村さんの奥様のブログ見てますとかね。 ありがとうございます。でもエール送ってるのは熊谷。熊谷ですよ、うん、はい、気づいたんですけど、あのオープニングの時にもうこのメールが大事すぎてタイトルコール遅れてました。最悪です、最悪です。見てても大事にしすぎて一人だけタイミングずれてくる。うわなんかあの一部でね、あの僕ら他の出演者にはエールが届いてたけど熊谷にはなかったみたいなのがあってみんなで笑ってましたけど、実は多分熊谷結構ショック受けてそういうことなんでしょうね。あ、インスタの方でも熊谷さん頑張れ、あ、ちょっと意味分かってないと思います。トレンドになるんじゃないですか、もしかしたら熊谷頑張れ、あの多分前畑頑張れ以来東京初代東京オリンピック前畑頑張れ以来ですわ。ありがとうございます、はい、やっぱりなぜ頑張れなのかという、うん、あそうだよね、分からないでしょうね、うん、今日は〇〇にエールというテーマでメッセージを募集したところ、うんうん、あのま、木村さんとかあの友さん、映画もさんで、ま、ありがたいことに私にもエール頑張ってくださいっていうメッセージが一部に届い、一部の時間に届いてたんですけれども、熊谷さんだけその時間あの全く、いやいや、そう、晒す？それそんなにいいでしょ。木村さんが言って、またさっき言ったじゃん、何回、全員これ言っていく、俺もそんな強調する全く なかったので、いつもあったんじゃないの？全くゼロ、ゼロだったのよ。私、うちの下が見落とさないので優秀だからね、はい、そこで呼びかけたところを送ってくださったということだったんです、うん、でもなんかそのね、送っていただいたやつを熊谷がバーって見ながら、わー嬉しい、でもほとんど知ってる人だって言ってた身内の方とか、本当に本当そうです。僕のガチの中学校の後輩とかで、顔が一致するだけで5、6人はいます。
顔は一致しないけど、SNS でやり取りしてる人も5、6人いるので、ほぼじゃない、ほぼです。でも、今、メッセージの方で、横浜から頑張れって、これはもう身内の方じゃないんじゃないですか。そうです、横浜なんていうおしゃれな街に僕、友達いないんで。いないだろう、そりゃ。いないです。すごい。嬉しい。すごいね。だからやっぱりこうインスタライブっていうのはもう全国全世界で、ね、確かに配信されてますから、まあ、初めての僕横浜の友達かもしれないです。もしかしたらモスクワから届くかもしれませんし。そうですね、ワールドワイドで、うん、確かに北京から届く。あ、オリンピック開催中の。ほんまや、普通はこう頑張れが集まる場所なんだよ。そこから史上初のそうアンサーがあるかもしれないですね。頑張る。逆浮かんで世界を見れてる人、そうだ、確かに北京しか見てない人じゃない。でも北京オリンピックもね、ここからもっと盛り上がっていきますから。そうですよ、岩手から金メダル第1号がね、日本勢。俺本当に陵侑選手が金メダル取った時、岩手に引っ越してきてよかったと思いました。県民の誇りですよね。感動はね、本当ですよ。日本人ってだけでも、だって25年ぶりとかでしょ。24年ぶり、24年ぶり、船木さん以来ですよね。そうそう、はい、で、すごいことなんです、うん、さらに岩手って。そうですよね、行ったことあるもん、俺八幡平市。そう俺何度も、俺知ってる。俺行ったことあんねん。八幡平市、まあまあまあ、自慢したくなる、うん、自慢したくなる。俺たまたま今日で八幡平市出身の人と喋りましたからね。うわー、うらすごくないですか。すげえ。おばちゃん、おばちゃん、おー、すげえ。お前なんですか、この八幡平マウント。どうしたんですか、八幡平マウントですか。これ八幡平マウント。そうそう、これ県外の人で取れない。本当に岩手さんあるから八幡平マウントってっていうあるからさ。本当にあるんですよ、マウントみたいな。ちょっと分かりづらいんですよ。山用具売ってるお店みたいな。あるんですよ。ね、そしてあの、ま、メッセージもいただいてたんですけれども、うん、あの今日ですね、上釜さんがどうしてもインスタライブでやりたいことがあるということで。そうなんです、はいはい、ちょっとあのスタッフにも相談してなかったんですけど、うんうん、石田さん方式でもう突っ走っていいかなと思って、はい、やってきました。突っ走ってね、はい、木村さん、まあ、含めスタッフのみんなでちょっとこの五合岩手の地図、今映ってますよね。 はいはい、あれに貼る市町村のマグネットをちょっと可愛くしたいなと思いまして、うん、ちょっと今がね、どうしても、はい、中学校の時に僕らが文房具に貼ってたシール、名前のシールみたいな感じになってるんで、これを、これをですよ。ちょっとなかなかもう今の時代、この明朝体の文字でテープを貼って作るマグネットなかなか。いや、もうほんまにこの番組の悪いところが出てるっていうか、もうおじさんばっかりで作ってるっていう。本当がね、本当がもう限られたところでやってるから。作った本人が目の前にちょっと悲しそうな顔を浮かべてますけど。多分そうですね、年賀状とかも映るんですね、未だにやってる。恥ずかしい。そういうね、手法でやってますけど、ね、それを新たに、はい、新たにそうデコレーション案というのをですね、ノートに書いてきまして、うん、これ見せて。これも反対に映りますか。ちょっと見てみます。これデコレーション案としまして、皆さんにプレゼンしますと、うん、各市町村の魅力を際立たせるようなマグネットにしたいなと思いまして、はい、で、あとこのゴーゴー岩手の番組の雰囲気に合う温かみのあるデザイン、そして一目で分かるように市町村を表す名物を盛り込む、なるほど、コンセプトにして、うん、私が考えたのがステンドグラス風のマグネットを作るっていうのを考えました、うん、今の100均とかで自分のこうペンみたいな形で売ってて、ガラスにこう書き込めるような素材のキラキラした素材のペンが売ってるので、それだとあの背景の黄緑の地図にも負けないようなマグネットが作れるんじゃないかなと思って、で、私じゃあ盛岡市を一つ例にしてこんな感じで考えてみました。皆さんにも見せてもらって、はい、はい、はい、あ、どれどれ、めっちゃ可愛いやん、盛岡、めっちゃすごい盛岡、やっぱり三叉踊りかなと思って、いろんなやっぱり名物あると思うんですけど、すごい可愛らしい感じにしてみました。こういうのをちょっとね、これからゴーゴーファミリーでみんなで作っていけたらなと思っておりますので、はい、皆さんもしなんかうちの市町村はこういう魅力があるよって、うん、これ書いてほしいなっていうのがあれば、うん、なるほど、素敵、
はい、いいですね。絵も上手だし、あと温かみがあるイラストで、なんかいい、うん、なんか本人の人柄も出てますよね。確かに、確かにこれいい。ただそのなんかせっかくね、上鎌さんがプレゼンしてくれてる時に、はい、あのここにプロデューサーさん座ってるんですけど、はい、カンペで、はい、お金かかりますかって出してきて、はい、もう夢も希望もないですそうです。でも、はい、このえ私いろいろ考えたんですよ。やっぱりちょっと経費かさんでしまうなと思ったので、100均で買えるペンだったら揃えられるんですよ、うん、10色ぐらい買っても100。OK、 強めの OK が出た。太い字やなあんな太い字書けんの出ました。そうだから10色買っても1100円。あなので、あー、1枚目 OK、 OK、 1枚目でいいですよ確かにもう1回出せばいい話なんですけど、はい、ということで皆さん、あのいろんな市町村の名物お待ちしてますので、ぜひご応募くださいというか、はい、アイデアをください。いいね、いいんですね。思った以上のやつを、はい、すごい。ちゃんとこれ盛岡市の形なんですよ。かわいい。そうなんです、形に合わせて。大丈夫ですか、興味ありますか。確かに今こっち見たらね、カメラ映ってないけども、いや、あのね、プレゼン中もね、もうずっとこっち見てた石田さん。もうあんまりなんかひどい顔してた。後輩、うちの後輩がすんませんみたいな厄介もんが、厄介もんが。いや、すごいすごいなとは思ったんですけど、ちょっと今私の意識がちょっと別のところに飛んじゃってたので、ちょっと一回戻しますね。飛ばないでしょ、頑張ってんのに。いや、ちょっとごめんなさい、意識が悪い。私の意識、私は悪くない、私の意識が悪い。だから共同で考えたっていうことにしてあげてもらえますか。ね、そう、2人で。あ、そうですね、はい、そうですよね、はい、ごめんね。やっぱりありがとう。インスタ映えするような色合いでってことですよね。私もやっぱ監修はさせていただきます。出た、ほんまにほんまに入ってきた。断れよみんなで、はい、みんなで作りましょう。ちょっと33市町村あるので、一、うん、人だとちょっと時間かかってしまうので、まあ、皆さんも大きな、うん、ですね。あの花巻市は熊谷さんの形でっていう、来てましたよ。いいんですか、こう言ったら花巻、大谷翔平君とか、うん、菊池雄星君とか、花巻東があるから、あとは三浦又蔵さんとかがいる中でこういうある、ね、その中で僕、うん、そうで、お前は石取り屋のとこだけだよ。あ、何も全体行こうとしてる。嘘、はい、ちっちゃいから、ちっちゃいから。で、東和町はやっぱ萬鉄五郎さんがいまして。そうだよ、鉄兄がいるから、鉄兄がいるからな。いやでもまあ、花巻じゃ僕考えたいですね。あ、そうだよ、形から引っ張られるっていうのもあって、うん、木村さんがあの犬に似てるっていうのを結構こう押してるんですよね、一人で。一人で。おい、バカでしょ。クソ、アクリルが上がったな。で、僕、花巻市民でもあの形が犬でワンワンワンっていうのはあまりこう聞いたことがなかったので、客観性も必要ですよね。そう、だから形から入るっていうのも、あ、だから犬にするっていうのも確かにありっちゃありだなと。でも、その市のこのマグネットを見てどこの市かっていうのがパッと分かるようなものっていうのも一つポイントかもしれないですね。花巻はそのワンちゃんみたいな感じじゃないですか。確かに確かに。ワンちゃんですか。ワンちゃんですか。よしよしよし、かわいいね。ああ、かぶれた。結構凶暴なんですね。なんていうんですか、本当に。じゃあ僕、なるほど。今、世界中が注目してる。先輩がワンワンやってる。そうそう、先輩のワンワンは何やってるんだよ。その隙に。見てたか、俺の死にっぷりを。なんかちゃんと見ててくれたのか。ったなと思って俺の死にっぷりを。死にに行ったなと思って。死にに行ったんだよ。死にに行ったなって思った。せめて見届けろよ、おい。この間に八幡大使探すなよ。ね、ちょっと両サイドひどいぞ。シンプルな無視して本当のすいません言ってましたもんね。シンプルな無視で。でも木村さん、あの犬の声真似上手だったの。ほら、確かに。おもろくないじゃないのよ。思わぬところで。犬の声真似をうまくやるっていうテーマでやった。これが死んでないのよ。見えるとかでもないんですね。まあね、そうね。でもそういう風にあの栗をね、どこやった、平泉町やったっけ。平泉栗尾根ですね。栗尾根の形みたいな。おっしゃってましたね。あの CM 大賞でね。やらせていただいた時に、そうでした。そういう風な、あ、陸前の、ああ、
なんかそういうふうな形をうまく利用して何かしら盛岡市はあの鳥が羽ばたいてるってよく言いますよね。そうなんですよ、うん、なるほど。白鳥とも迷ったんですよね。盛岡の三叉もねあるしね、はい、繋いでんだから早くたもんじゃん。盛岡盛岡盛岡あ盛岡ね、はいはい、鳥が羽ばたいてるような。鳥が羽ばたいてるってよく言われます、ね、そうだそう。どっちでも見れるね、その形として。はいはいはい、ちょっとコードが宮越ってなんか酒っぽいですよ。みんなでか、みんなで俺を殺しにかかってるのか。あ、まだ生きてた。俺だけ先輩死にいったな。両サイドその時全く見ずに宮越探してました、ね、さあ宮越ってなんか酒っぽいですよね、なんかね。あ、確かにサーモンっぽくない？俺思ってたの。そう、いいですね、確かに。失礼します。失礼します。あれか、石を3つ積み上げていってんのか。一番怖かったのは俺がこれね、盛岡市を持った時に、うん、さあ行こう行こう、さあどうぞどうぞみたいな上釜さんが煽ってきたのよ。俺も牛行くしかなかった。なかったっすね。で死んでる途中にコードが引っかかる。コードがちょっとね。あげく、宮古市宮古市宮古市で、虫。いや一番悪いですよ。虫が一番悪い。何役割分担やってんの。何チーム力発揮してんの。何名誉だ。そうだよ、シンプルに。シンプルに。シンプルに。いいわ。ちょっとみんなでアイディアをやっていきましょうね。はい、はいはい、お願いします。皆さんのアイディアもたくさんお待ちしております。はい、はい、そしてですね、あのちょっと私のコーナースタジオ石田という、私が企業のプロモーションビデオを作りますという企画なんですけれども、うん、はい、それ用のカメラが届きました。今練習中なんですよ。プロモーションビデオを撮る用のカメラです。撮ってんの？今日届いたので、今まだ SD カード入れたばっかりなんですけれども、でも練習熱が入っています。やっぱりその嬉しい、とにかくこの届いたことがまず嬉しくて、はい、月曜日に行かせていただきます。そうなん、盛岡市のアロニアというフルーツを、うん、で、商品開発してらっしゃる方のところに行ってきますので。なんかあるね。そうなんですよ、今だから一生懸命とりあえず練習をまずしないとなと思って、はい、土日月と、はいはい、なるほど。あ、石田アナ頑張れって石田さんにエールが、うん、ありがとうございます。あの他にも、まあ、ちょっと自信はないんですけれども、でもここからスタジオ石田として制作やっていきたいと思いますので。だって編集も自分でやるってことですか？そうなんです、編集も。普段もやってるんですか？普段は、まあ、やってるというレベルではない。本当に赤ちゃんがその辺は張ってるぐらいのレベルでやってるので。絶対やったらあかんじゃないですか。企業の人も任せられないですよ。いや、私は赤ちゃんがその辺張ってるぐらいの力しかないんですけどって。ようその会社受けてくれはりましたね。そうなんですけど、ここからやっぱり立ち上がってミルク飲んで、ここからもう手づかみでカレー食べるぐらいの赤ちゃんが何してるんですか？インド人にその人ってしてんの？赤ちゃんのイメージ何なの？自分の力で立った次は手づかみでカレー食べると思って。そこまではまず行きたいと思います。まあまあでもね、はい、頑張ります。なので皆さんもぜひご応募お待ちしております。もしその1回目ですごくいい感じになったら、はい、スタジオ石田へのオファーすごいと思います。確かに大事だ。ちょっと頑張りたいなと思っております。それカメラは自分で買ったの？これはレンタルしていただいて。あ、レンタル。そうなんですよ、うん、でももしこの、まあ、その発注が多ければ、うん、もしかしたら買うことも今後できるかもしれませんし、大きな希望がありますので、はい、うん、経費でなんかそれはレンタルしてるみたいな。あ、そうです、はい、まあね、それは自分のあれで行くのは必要ないもんね。その番組に発表するんですよね、これ。こちらは番組内で発表させていただきます。はい、ただ私の iPhone が13だったら13って背景がぼやけるので、うん、13であれば iPhone でも結構いい動画が今撮れるんですよ、うん、シネマティックモードというの。ただ私の iPhone が12っていうことで、うん、ちょっとすみません、あのこじんまりした話にはなってしまうんですけど、 iPhone のグレードがっていうことでちょっと今回レンタルさせていただきます。 iPhone の話始まった途端またあの熊谷の魂が抜けてしまいました。
熊谷さんってアンドロイドですか？違います。先週もなんかiPhone が欲しいって言ってその岩銀の積み立てを iPhone のために始めるっていう話、先週もしてましたから、うん、もうね、何回も聞いてるから、すいません、ちょっとすいません、再放送早いなっていうのは。そうですね、そんなに再放送早いんやったら1回見んでよかったみたいな無理して見たのに iPhone のことは忘れてこのカメラで頑張っていきたいと思いますので、スタジオ石田は2月26日オンエア予定、もう今月にも間に合う、すぐ間に合うの、そう、編集間に合うんですか、ちょっと頑張りますので今月中の放送を、はい、目標にしております、よろしくお願いします、はい、スキー場チケットプレゼントが届いたんですかね、ありがとうっていうメッセージが、先週の八幡平リゾート、下倉、あと先ほど熊谷さんとそのお話しした八幡平の方からもコメントが来てました。お話しした八幡平、昨日お話ししたとおっしゃって、おー、はい、あ、友が言ったんですか、コメント来てました、はい、うん、はい、そう見てるっておっしゃってました、はい、昨日僕らちょっとお仕事がありまして、はい、その出待ちというかっていう形で写真撮っていただいた方が八幡平市の方 で、松尾って言ってさらには、はい、で、ほんと陵侑くんのもうもろ地元の方で、松尾からそんな人が出るなんてって話をちょっとさせてもらって、息子さんが同じ、あ、確かにその小林4兄弟のお父さんお母さんと同じ世代の方から声をかけていただいて、じゃあなんか俺らの中では陵侑選手のお友達のお母さんと話をしたことがあるんですよっていう自慢ができるし、俺はそれを聞いたことがあるんですよっていう自慢ができるし、上川さんもそれをぼーっと聞いてたんですよっていう自慢もできる。これが俗に言う八幡平マウントです。八幡平マウント、これか、これです、分かりやすいですね、頂点だって熊谷さんってことです。そうです、今のところは頂点、今のところは一番裾野に、八幡平の頂上には君臨してる。でもなんかその話したの多聞なの、ね、そうなんです、石田さん何回も熊谷行ってる俺なんだよ。そこを間違えてどういうこと、一緒にいたからあれだけどさ、そうか、見てたんか、その会ったところ、もうぼんやりとしか見てないの、その安大愛人をぼんやりとしか見てないなんか俺ら二人でもう本当にどっちでもいいんだ、モノクロ、君から見る安大愛人はモノクロ、モノクロなんか、その他、その他の、その他なのか、うちらでも確かにそう思うと、私今日インスタライブ始まってまず最初に今日は二人が揃ってますっていう、その一致してるっていうとこから始めちゃいましたもんね、自分の確認でしょ、確認だ、そっか、別に俺言わんでと思ったもんね、確かに、うん、ちょっと大きく見えたもん、なんか2人だから、ちゃんとしていきます、識別から、はい、識別、識別、我々のアンダーエイジの識別、熊谷多聞っていうのそれ意識しなきゃできないことですかね、似てるわけでもないし、ね、ないし、全然誰とも眼鏡かけてるとかやったら分かるけど、そうそうそう、昨日どっちかというと多聞ちゃんの方がその方と信号待ちの時までずっと喋ってたりしてて、そうですか、はい、うん、もう本当見てるって、そうそう、でこれで写真撮りますもんって、そうなんや、はい、嬉しいね、はい、ああ熊谷さん多聞さんコーナー作ってっていう声があります、もうすぐ4月これ番組1周年になりますから、やりたいことあるんで、新しいことを本当やりたい、だからスタジオ一緒とか羨ましい、やりたいことやれてて、 しかもあれゲリラ的に発表してるからね、番組でそう、あんなあれなんですね、そのまま言ったら無理だと思って、あ、ずるっ、でも革命ってそういうところから起こってる、確かにないな、チェゲバラ以来の革命家ですか、そう、IAT のチェゲバラというか、チェゲバラ、チェですか、もうすぐ T シャツになるよ、チェ石田ですね、完全に石田です、チェ残さんでね、チェ石田か、ちょっとみんなのね良さが出るような番組にもっともっとしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、来週もメッセージは〇〇にエールで募集しております、それでは今日もありがとうございました。突然終わるちょっと終わりのコールがまだ決まってないんですよね、どうすればいいんだ、でも今日は小道具があるから、じゃあちょっとこれで誰か終わりの温度みたいな、これで何あ、今日まだ18分しか、なんかいつも25分ぐらいやったりとかするじゃないですか、はい、なんで今日18分で終わろうと思ったんですか、今日は気持ちシンプルだった、シンプル一番へこむ石田の気まぐれ配信シェフの気まぐれパスタみたいな、違う、いろいろ、ね、はい、で、あ、じゃあ終わりの合図決めましょうよ、ここから、そうですね、はい、一回まず
整理しましょう、はい、2021年は、まず私が来週もカモンで僕がタモン、はい、あれだっけ僕はタモンあれだっけ、うん、来週もタモンかいやあれも何だっけ、 なんだっけ来週も私が来週もカモンで、俺はタモン、俺はタモン、このなんかすごい聞けよ、まあ、来週俺はタモン、うん、で僕が僕は熊谷、うん、私は上川で僕がもうこれが2021年でもよく考えるとこれで12月までずっとやってきたわけですよね。確かに、うん、なんだったんだろうね始まりよく覚えてないよね始まりは急に始めたのよ、来週もカモンって、カモンって私が言ったら、うん、なんかタモさんが多分続いてくれて続いたのよ、そう反射神経的な感じで出たの、はいはい、出ちゃったんだで、多分続いて続いて、うん、なんやねん、うん、終了っていう感じで、あ、はい、なるほど、そうね、だからもうあれは奇跡、奇跡の空発的に生まれたものだったんですけど、今回はもうまた石田さんから、はい、なんだろう、それこそゲリラ的にやってもらったら我々反応するよっていう、なるほど、わかりました、はい、じゃあそうですね、今日もありがとうございました、ありがとうございました、うん、来週もキラキラ、来週もキラキラキラ、おわ、来週はいいとこ大船渡ちょっと一回止めてえ、締めなんですか、あと一言、あと一言、あと一言あれば、めちゃめちゃ良かったですよ、惜しい、惜しかった、もうちょいです、聞いてたんですよ、これあの拾い集めてください、はい、同じ一つの形になりますから、はい、拾い集めた4つのパーツ集めたらボロボロの形が出てる、あれどうやってこれはって思う、キラのパズル出来上がんなかった、出来上がらなかったそっか、キラ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 できて、そのキラキラが増えるパターンかなと思って聞いてたんです、急にこれを持ってで、まあ、ワンワンっていう音の形でいって、で音の形でいって音でいくんかなと思ったらこれを拾い上げるっていう形でいってはい、そうです、で、なんかやったいいとこ多くなったなんか、うん、いいとこ多くなったはい、いました、その時に俺気を失いかけたどうした、どうすればいい、頑張って方策作ってたあ、そうそうそうことごとくこう壊されてでもこれ何回か繰り返したら多分これだってのが来るかもしれない、ああ、なるほどね、うん、なるほど、うん、来週もパワー。と筋肉。え？来週もパワー。ちょっと間違い方するんだろう、なんか。あのさ、ごめんな。俺やっぱあの18分で終わっとくべきだったよ。あの時にあれとございましたね。あれで終わっとけばいいやさんですわ。俺のせいや。ああどんどんどうしようこれ。22分いった。永遠に終わらないよこれは。やばい、みんな予定あんのに後で。うん、じゃあ行きますね、はいよ、来週もパワーあ、それは行くんですねそれで行こう、パワー、もう俺らが頑張ればいい、まあまあね、あ、いいね、私はもうこれ、まあまあそれをテーマに、それ上川さんがどう受けるかやから、で、こう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 言ってこうやから、はい、いやいけなさいですか、メインじゃないですか、もう順番気持ち悪い、見た目大事や、木村さんないですよ、メインでしょ、じゃあ行こう、じゃあ行きます、うめー来週もパワー、来週もパワーわわわわバサバサバサわわわガブ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 、お前が悪いんじゃないかお前かよ、お前だな、お前だな、お前センターの最後だろ、お前だったわ、よーく見たらそうなんですよ、俺じゃないけど、もうお前足出てた、足出てた、先にあるか、完全に足から行ってたもん、赤旗完全に足から行ってた、赤旗か、なんでこれに行くねんパワーで来いや、そうなんですよ、しかもこれは ね、いつどの形があるか分かりませんか、もうこれ取り上げよう、もうこれあかん、はい、はい、はい、じゃあこれはもう苦しいけど頑張るしかない、はい、はい、いきます、来週はそうですよ、来週は
最近はもう、もうやったよ。来週もだったよ。来週もパワー、来週もパワー、来週は筋肉ルーレット。来週はおい、いけるのかい、どうなんだい、いける。来週はきんに君ありがとう。ありがとうございます。お世話になっております。